げちゃん。さあ始まりました。ハゲちゃんなんですけど、小田光平でございます。よろしくお願いします。アシスタントのさきです。よろしくお願いします。さあ今日はね、重大発表というか、重大発表ですね。2つあるんですよね、これ。あ、気になる、何ですか？気になってる、本当に。気になってますよ、教えてください。本当に2つあるんですよ。まずはね、1つ目なんですけど、あ、ごめんなさい。これね、今日ちょっと最初、帽子なんですけど。最初に紹介するんですか？はい、もうその重大発表、ちょっとなんかあるじゃん。番組でもさ、ちょっとなんかこう、何、伸ばしてこう、まだ言わないみたいな。それちょっとやってみたんですけど。この帽子ね、それもまだこれもあるんですけど。これね、ちょっと切っちゃったんですよね、これ。わって、見せてください。ここ、切っちゃったんですよね。血がいっぱい出てますね。はい、出てます。で、これは三菱重工神戸で僕がいたところの今のね、100周年の帽子をちょっとかぶってきました。はい、もうそんなんどうでもいいですけど。はい、重大発表いきます。ですね、12月の14日、土曜日ですね。実はまあテレビに出ます。はい、テレビにちょっと出させていただきます。それも、細かすぎて伝わらないモノマネ、知ってますか？あ、知ってます。私見てました。下にバンと落ちるやつなんですけど、はい、石橋貴明さんが出てて、バナナマンとかでも出てるんですけど、それが9時半から始まりますんで、僕出てますので、何かの形で出てますので、見ていただければなと思います。それってまだシークレットなんですか？いや、もう発表してる。いや、違いますよ。小田さん、例えばじゃあモノマネ、誰かのモノマネするとか、ほんともう。あ、それはダメ。ダメ。内容はね。内容はしだけど、出るよっていう。審査員でもね、ちゃんと出てるから。出てるから、交互期待。ということで、それが一つ目の重大ニュースです。お楽しみ。まあ、重大でもないよね、みんなからしたら。俺からしたら重大なんだけど。重大ですね。重大です。重大です。本当ですか？見ます？見ますよ。録画。チェックしますからね。見てるか、その時間に電話しますからね。あとですね、二つ目は、この前ね、台湾シリーズね。行きましたよね。ハゲちゃんで台湾行きましたよね。行きましたね。で、チェンいましたよね。チェンがまだ所属は決まってないんですけど、チェンがなんとプレゼントくれました。わーい。なのでオリジナル T シャツを2名の方に、この登録してくれてる2名の方に差し上げようかなと、プレゼントしようかなと思います。その条件はどうするんですか？条件は、はい、この番組の YouTube のチャンネル登録をしてもらいたい。それはね、それはね、それはもちろん入れたいなって感じです。それはもちろん入れたいですね。登録しないのにそんなのね、プレゼントあげてもねっていう話ですね。はい、お願いしますね、みんな。はい、で、あと2つ目が、はい、Twitter フォローしていただきたいなって。 Twitter フォロー、あ、いいね、いいね。俺の Twitter？ Twitter です。フォローするだけ？あ、そうです。なんかもうちょっと、もう一声ない？じゃあ、応募用のツイートがあるので、そちらをリツイートしていただけたらなと思います。はい、お願いしますね、本当皆さんお願いします、はい、ちなみに僕のツイッター、小田光平、これをローマ字なんですけど ODAKOHEI、 最後に52ってつくので。それって全部小文字ですか？小文字です、小文字です。 ODAKOHEI52、 これをしてください。で、さきちゃん今言ったように、もう一回ちょっとおさらいしましょうか。はい、なら最初から、まずは、はい、YouTube の、はい、登録、こちらのハゲちゃんの、はい、チャンネル登録の2つ目は小田光平さんの Twitter のフォローですね、はい、で、3つ目がそのツイートをリツイートしてもらう形で登録してもらって、はい、ちょっとこちら側から抽選で2名選ぶっていう形でいきましょう。はい、はい、そんな感じでいきましょう。はい、一応期限ってあるんですけど、期限どうする？2年ぐらい待つ？それは長すぎる。それはあかんね、それはあかんね。なんででもね、チェンのね、一つ言うとね、ちょっと失敗は、失敗じゃないんだけど、チェンにサイン書いてもらったの。その T シャツサインね。はい、あ、水性で書きやがって、俺洗ったら取れちゃったのね。これもちょっとなんかこう、まあいいかなみたいな。洗っちゃった、小田さん家で洗った。まあ一応洗っ、あ、じゃあ使ってるから洗うじゃん。あ、じゃあそれもあれですね、小田さんの使用済み。じゃあ俺じゃない、チェーンの、チェーンの使用済みだから。で、小田さんが洗濯したんです。そうだから、洗濯せんかったらよかったのにって多分今言われたんですけど、やっぱり一応汗かいてるからした方がいいかなと思って
チェンがね、汗かいてるからしてるけど、俺なんか小田さんの洗濯しました T シャツ付きってことですよね、だからね。うん、そう、だから俺のではないけどね俺のではないけど、一応そのをプレゼントします、はい、はい。でもチェンのロゴマークとかいろいろ入ってるので多分すごくいいあの T シャツなんで、よろしくお願いします。はい、はい、それでいいですかね。はい、はい、で一応期限の方ちょっとお話ししてもいいですか。期限ね、1週間にしましょうか。1週間今から、配信をしてから、1週間、はい、でいいですか。全然大丈夫です。はい、ほんなら応募してくださいね。はい、もちろんしてくださいよ、本当に。はい、あのということで、あのプレゼントそれでしたいと思います。よろしくお願いします。たくさんのご応募お待ちしております。お願いします。いただきます。3、2、1、やりました。炊飯器じゃあ